じゃじゃん !2000 ミリという超望遠を実現したこのね、ニコンクールピックス P900 でございますけどもね、今回はこれを深掘りレビューしたいと思います。その前にちょっとトイレ行かせてください <laughs>。その頃、地球では。前回ね、24から2000ミリというね、とんでもないズームの世界をお見せしましたけどもね、そこまですごいとね、 逆にね、ここがこうだったらな、もっとこうだったらいいのになっていう、もったいない部分がね、よく見えてくるんですよね、残念ながらね。ここを改善してくれたらいいのになっていう話もちょっとしたいなと思っております。あれって思ったのがね、これ。レンズフード。ないんですね。キルターネジが切ってあるんで、ネジ式のフ,あのフードはつけることができますけどもね。あとね、三脚の穴がですね、光軸に沿っていません。はい。 こんなところにあります。これね、画質、ファインとノーマルが選べるんですけども、つまりね、ローがないんです。はい。JPEG だけなんですね。ここはね、すごく残念だなぁと思いますね。例えば、動画の録画中にシャッターボタンを押すことで、これで写真がね、撮影できてるんです。 この間ね、カワセミを撮影しに行った時もね、動画を撮影しながら、あ、今だと思った時に、まあ、かろうじてフル HD の画像を残すことができました。あとね、撮影した動画の中から、今これ動画再生しておりますけども、これポチッと一時停止すると、フレームをね、今のフレームを保存することができるんですね。これパナソニックの 4K フォトと似たような機能ではあるんですが、 このカメラ自体は 4K じゃなくてフル HD でしか撮影できないので、えー、残せる画像の大きさもそれなりになってしまいます。EVF は0.2型液晶で約92万ドット。そして3型 TFT 液晶モニター。これもね、約92万ドット。しかもね、バリアングルなんですね。 なかなかね、このボタン類がうまくまとめられてるなと、使いやすいなという印象ですね。特に録画ボタンとかすごい押しやすいし、ここ Wi-Fi ボタンなんてね、Wi-Fi すぐつながるようになってるんですよね。あとですね、えー、メニューの方、メニュー画面の方もシンプルに、すごくシンプルにまとまっていて、これはね、迷うことなく使えましたね。ただちょっといただけないなと思ったのがですね、ホワイトバランス。 ホワイトバランスのメニューとか、あとね、ISO 感度。これらね、頻繁に使えそうなものもメニューね、ほじくっていかないとたどり着けないと。このダイヤルの下ポンと押すと AF、ね、MF って出てきますけどもね。マニュアルフォーカスがまたね、ここにリングがないんですよ。ズームレバーをこれね、フォーカスに割り当てることもできますけどもね。 えー、ここのダイヤルで基本はここのダイヤルでフォーカスを変更するということになっておりますけどもね例えばね野鳥なんかを撮影してると前に枝かぶりしててねその枝にフォーカスを持ってかれるとかね 背景の草むらに持ってかれるとかありますけどもね。まあやっぱりそういう場合でもね、動画でも静止画でもやっぱこう、マニュアルフォーカスをね、ちゃんとリングでできるようになってればね、いいだけなんですけどもね。ズームメモリー機能というのがありましてね、これをね、するっていう風にしとくと、えー、例えばね、24ミ、mm、リとかね、50ミ、mm、リ、35ミ、mm、リとかね、使いそうな焦点距離チェックした分だけ、これステップズームしてくれるんですよ。 ここのズームレバーいじりますね。キュッてすると、はい、35ミ、mm、リになった。もう一回キュッてすると、次50ミ、mm、リになった。はい、ピュッ。次135、mm、まで行きましたね。とにかくね、あの、メニューの方でチェックしたもの、ここにね、ステップズームするようになりますからね、えー、35ミ、mm、リ、50ミ、mm、リあたりよく使うからなと思ってる人はね、こういうの登録しとくとね、いいですよね。 望遠で撮影してる時にね、すごい便利なのが、クイックバックズーム、ここのボタンですね。これポチってやると、キュッと一回引くんですよ。わかりますいきますよ。ここ見ててください。はい。引きますね。押してる間引いてます。で、離すと、また戻ります。押してる間は、引きます。望遠だとね、被写体がね、映る範囲が狭いから、ピュッといなくなっちゃう。で、追っかけても見つかんないことがある。そういう時に引くんですね。 引いて、被写体を中に入れたらまた戻ると。これね、キャノンのネオ一眼なんかでもね、搭載してる機能ではありますけども、これはね、便利に使わせてもらってますね。ただし、このクイックバックズームね、当たり前かもしれないけども、動画撮影時には使えません。シャッター5段分という手ぶれ補正機能なんですけどもね、これは本当にね、よくできてますね。 2000ミリという超望遠をね、手持ちで撮ることをも想定してるんだけど、ほんとすごくよく聞いてびっくりします。で、この手ぶれ補正機能ね、何も、これ望遠で撮影するときだけではなくて、広角で撮影するときもね、例えば広角で歩きながらビデオ撮影するときなんかもね、非常によく聞くんですね。あの、ハンディカムとかね、そこまでのレベルではないにしてもね、 これ、1台あればね、ビデオカメラの役割も十分してくれるなぁと。動画の撮影サイズに関してはいろいろあるんですけども、えー、どれもね、P モードですね。プログラミングオートです。はい。えっ、ー、と、A とかね、T とかね、M とかでは撮影できません。P だけの撮影になってしまいます。それはちょっと残念ではありますね。で、1080、60P にしておけば、えー、ビットレートの方がですね、 30Mbps 近くは取れるはずなので、えー、それでね、まあ画質も、 まあまあ AVCHD に匹敵するぐらいはあるんじゃないかなという気はします。まああとね、試しに夜間の動画撮影ね、やってみたんですけど、まあこれは期待しない方がいいですね。夜動画撮影できるカメラっていうのはまあそ、そんなにはないですもんね。あの、交差点とかね、道の明るいところなんかだと、街灯がね、テカテカしてるところなんかだと、まあそこそこ映りますね。 でまあ、夜間撮影のついでに言っとくと動画だけじゃなくてね静止画、写真の方でもね夜間撮影あんまり得意じゃないかなという感じがしますね特にね天候下に対してねゴーストとかフレアとかめちゃくちゃ気になる、まあ、やっぱりね24から、ね、2 0 0 0ミリっていうズームレンズをねこれ実現するためにいろんな構成になってるんだと思うんですけどでやっぱりまあセンサーサイズも小さいんで高感度ノイズもすごい出てきますね まあ僕が使った感じだと、ISO800 で限界かなという気はしますね。ISO1600 あたりだともうのっぺりしててね、ディテールが潰れたりとかして、うーん、これはちょっと使い物にはなんないかなという気はしますね。まあしかしね、あの、広角域であればね、4分の1秒とか、6分の1秒、1 8分の1秒なんていうね、手持ち撮影。もう広角域であれば、やっぱりね、この強力な手ぶれ補正を活かしての、 え、手持ち撮影ができてしまいますね。おそらくね、この2000ミリの望遠というのにふさわしい被写体は月ではないかと思うんですけどもね、えー、新モードのメニューのところに月撮影モードがございまして、えー、これの面白いところはですね、なんと、あの、月の色をね、マネジメントできるわけですよ。ダイヤルでね、白。 グレー,、えー、赤っぽい月とかね、緑っぽい、黄色っぽい月かなで、青色っぽい月っていうのがね、選べるわけですね。いろんな色の月取りたいですもんね。えー、そういう時にね、カラーフィルターなのか何なのかわかんないけども、これ色のマネジメントがね、楽勝でできてしまうっていうのはいいですよね。 タイムラプスもシーンモードのタイムラプス動画というのを選ぶことで何パターンか選べますね。で、これしかないわけですよ。ね。このモードしかなくって、勝手にね、フル HD 動画を作り上がる。そこが気に入らないな。静止画残してくれたらね、後でパソコンの方で 4K でも何でもできちゃうのにねって思うんだけどね。まあ、とにかくね、この、 タイムラプス動画1、2、3、4、5種類。この5種類を選ぶだけしかできなくて、パラメーターとかも全然いじらせてくれない。えー、かろうじてね、あの、普通の撮影モード、P とか S とか A とかの時に、ドライブモードでね、あの、インターバル撮影っていうのがあります。ただこれインターバル撮影、目を疑ったんですけど、30秒に1回しか撮影できない。 普通ね、1秒とかでしょ、今時。2000ミリのカメラで30秒ってどういうことだって。ね、ドライブモードついでに言っときますとね、単車、連車ありますけどもね、連車一番早いので秒間7コマできるらしいですね。パッ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 パーと撮影しまして、撮影した後これですよ。くるくるですよ。どんだけバッファーできないんだと。 もうちょっとバッファーメモリー積んでもいいんじゃないかなと。もう今何もできないですからね。はい。あと撮影時で言えばね、セルフタイマーの設定なんですけどもね、セルフタイマー2秒なんていうのはね、手ブレを抑えるときによく使いますよね。えー、ケーブルレリーズを忘れたときなんかにね、これポチッとやると、2秒経ってから、パシャッと切れるわけですね。2秒に設定して、写真撮りますよ。はい。パシャッ。撮りました。撮ると、 写真一回撮るとセルフタイマーの設定オフになっちゃう何でこれねえ一回設定したらさセルフタイマーにしときましょうよこれはめんどくさいなって思いますね毎回毎回風景撮る度にこれ設定し直さなきゃいけないのかっていうのはね結構きつい話ですねで最後に私の気に入ってるところなんですけどもこちらぴょん えー、USB 端子がございますけども、この USB 端子で、なんと、充電ができてしまいます。ということで以上、ニコンのクールピクス P900 でございました。